はい、こんにちは、影村です。大阪市内でめちゃめちゃ安いガソリンスタンド見つけましたんで、今日はちょっとそこまで、そうですね、もうすぐ N 番僕ちょっと手放そうかな思ってて、ちょっと N 番手放す前に、こう、ちょっと動画撮っとこうかな、みたいな感じで、N 番で、その激安ガソリンスタンド、コスモ石油さんなんですけれども、まで行きますんで、よかったら一緒に見てください。それでは、N 番でめちゃくちゃ安いガソリンスタンドまで行ってみたいと思います。でもね、 N 番も手放しちゃうんで、そんなによけガソリンは入れないと思うんですけど、5リッターぐらい怒られるか。ガソリン入れたらちょっと半分ぐらいウーバー走ってもええかもわからないですけどね、ガソリンが減るまで。軽自動車はあった方がすごく、あれ、なんていうんですかね、ものすごい便利なんですけど、やっぱりね、WRX 動かしたいから、ちょっと駐車場開けるためにもう手放しちゃうかなみたいな。で、ウーバーの仕事とか出前館の仕事なんですけれども、やっぱりこの軽自動車で回るっていうのは、最近ね、ちょっとこう、なんていうんですかね、ガソリン代とこうあれしたらちょっとあんまり見合えへんかなっていう感じで、ちょっと今日暑いですね。ユニババで、結構ね、配達があるんですよ、夜。だけど向こうまで行ったら片道ね7キロとか、もうちょっとね、丸善スタジアムのところら辺でもちょっとピックアップすることがあって、そっからやったら7キロどころじゃないですね。片道、9キロ。10キロはないんですけど、9キロはあるんですよね。で、行って戻ってきたら、単純に倍の距離走ることになるから、だから、それでもう、ユニバ片道600円で走って、ガソリン、230円タクじゃないですか。何してんのか自分でもちょっとよくわからんみたいな。結構時間もかかるし。マクドナルドとかで、近くの配送当たったら、注文もらえたらいいんですけれど、なかなかね、マクドナルドは、なんて言うんですかね、結構周り人待機してる人が多くて、なかなか注文もらわれへんみたいな。でもめっちゃマクドナルドに注文あるときは、マクドナルドの注文もらえるときは多々あるんですけど、まあちょっと少ないときはやっぱマクドナルドなかなか注文当たらないみたいな感じです。でね、その言うてる激安ガソリンスタンド、まだもうちょい先なんですよね。西区からが近いんかなです。暑っ、ちょっと待って、28度やって今日外すごい、ね、ちょっとエアコン入れます。ラインって知らん人がいっぱい おるんですね。和歌山か、だったら知らないな。交差点で割り込まれたらね、交差点を塞ぐ形で止まってしまう可能性があるので、
ランドもなんかめっちゃでかいんやけど。まだ先ですね。どこっていうの？土佐堀っていうのかな。どこやったかな。忘れた。土佐堀かな。土佐堀になるのかな。コスモ石油で、でアプリの QR コード読ましたら3円引きか。で今ちょっと値段上がってるから多分ね。今でも162円3円でレギュラー売ってくれるはずなんですよ。あそこでも右折行けたのかな。通りから曲がってちょっとぐるって回っていきます。カーが入っとるやないか。今日 なんかねカーが結構うちの何だっけ駐車場車止めてるところでめっちゃいっぱい湧いてるんですよ今。なんかかかってたらあれですね、暑いっすね、めっちゃ。中央通りからもし右折できへんかったら左回りでちょっとガソリンスタンドにちょっと行ってみたいと思います。見えてきます。あそこ右側歩道橋の上にコスモの看板見えるじゃないですか。あそこめっちゃ安いですよ。対象の43登るところとどっこいどっこいの安さです。間に合わんでしょうね。コスモスタンド、コスモ石油ですね、スタンドやって、激安ガソリンスタンド屋さんまでの動画です。土佐堀っていうんかな。でね、スタンドに行くとね、アプリがあるんで、それをその場でダウンロードしてあれしたらすぐ使えて、今やったら163円ですね。こちらのアプリになるんですけれども、これ多分全国のコスモさんで使えると思うんですが、これなんですけれども、もうアプリをインストールするだけで3円割引が使えるという形になります。それで今日入れたガソリンの値段ですよね。通常価格やったら166円なんですけれども、3円割引で19円引いてもらってるっていう形になります。そんなに入ってないからね、1000円しか入れてなくて、でも満タンになっちゃったみたいな、このままちょっと手放すのももったいないからなーいう感じです。
すいません。また N 番手放す詳細ですね。決まりましたらまた、動画アップさせていただきたいと思いますんで、またよかったら見てください。それでは、簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。